お腹を引き締めたい人は膝をついたプランクで少し揺れてください。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回の内容なんですけども、膝つきプランクバージョン2ということで、中級者向けのプランクになります。プランク通常はですね、膝をつかずに行うと思うんですけども、実は膝をついた方がよく効いてメリットがたくさんあります。まずですね、たったの20秒でしっかり腹筋に効きます。骨盤を後傾させやすいので、腰を痛めにくく、お腹に効きやすいです。しっかり効くので時間の短縮になります。通常のプランクはですね、結構慣れてくるとお腹よりも脊柱起立筋に効いて、結構長い間ねプランクしても効かなくなってきます。そういった点で膝をついたプランクはよくね時短で効きます。まずデメリットなんですけども、女性でですね、やはり肌の白い方というのは肘をつくと肘が黒ずんでしまう方も多かったりします。で、今回膝つきプランクのバージョン2は少し動かしますので、肘がね黒ずむことがあります。もしそれが嫌な場合はですね、肘に冷えピタを貼るとか、あとはゼリー状のインソールをね肘につけて行うとかすると肘をカバーできます。で、次にデメリットは、骨盤が前傾してしまっている状態で行うと腰がねちょっと痛くなったりします。要はお腹の力が弱い人ほど骨盤が前傾してお腹が伸びてですね、力が抜けてしまっているので、そういった方は脊柱起立筋の方に効いてしまって腰が痛くなる場合があります。で、通常のプランクは体を素直に持ち上げるとですね、お腹の力が弱い人は骨盤が前傾して腹筋に効かないです。で、お腹が伸びて腰が反れている状態で頑張ってキープをしてもですね、腰を痛める原因になってしまいます。ということで、今回は膝をついたプランクでより効かしていこうと思います。では、やり方を説明します。まずバージョン1の時はですね、手を伸ばした位置に肘をついて、膝とつま先をつけて、このまま体を、腰を丸めて体を浮かせるっていうのが通常の膝つきプランクです。これもしっかり効きます。これができない人はですね、ちょっと肘をね近づけていいですよっていうコメントをしました。で、これでこれやってもやはり体を持ち上げやすいので、腰が反れたままとかお腹を締めてもあんまり効かなかったりします。そこで今回は万歳で肘をつきます。この肘のついて肩の真下と万歳の間ぐらいに肘持ってきます。通常よりも半分ぐらい前です。これで膝をついて腰を丸めて、こっからクックッとね体を上下に動かします。そうすることで締めたお腹がキュッ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 伸ばされるので、よりお腹に効きます。今回はこれを一緒に20秒間行います。この揺れが小刻みなので2回で1秒という感じでやっていきますので、40回前後に揺らす感じです。では一緒にやっていきましょう。万歳から肘を少し近づけて体を浮かして、ではいきましょう。お疲れ様でした。今回はね、中級という感じでしたけども、20秒でね、もしね効かなかった方は肘をしっかり前に出して体を浮かすバージョン1をやった方が効きます。で、バージョン1が肘がね伸ばしたままでは体が浮かないよって方は、肘を近づけて今回みたいに前後に少し動いてください。もしその動くのがね辛い方はキープでも OK です。で、今回おさらいです。少ない時間でしっかりお腹に効きます。体を持ち上げるときに腰を痛めにくいです。骨盤がね後傾させやすい、お腹を締めときやすいので、今回はねしっかり効きます。骨盤が前傾してしまう人はシットアップとかをしてお腹をしっかりね縮める力をつけると、20秒とかでもしっかり効かすことができます。やはりエクササイズというのはただ行うんではなく、自分により効きやすいように意識をして
行うことで、まあ、少ない時間、少ない回数でエクササイズを効かすことができます。楽にしてしまうとですね、たったの20秒じゃ効かないよみたいな人ももちろんいます。ですが、自分でとにかく意識をして力を入れて効かすということを意識すると、まあ、少ない回数でも効きますので、意識してみてもらえたらと思います。頑張った方、勉強になった方、よかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いします。 SNS されてる方はよかったらシェアよろしくお願いします。今日も皆さんご視聴ありがとうございました。